選び放題ですよ。入場料もかかりませんから、どん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 いろんなお店行っていただきたいんですけど、ただそんだけあったら選べないよって話じゃないですか。なので今日は僕の一押しのお店を紹介します。お疲れ様です。真面目社長です。今回は合法バーの遊び方、これについてお話ししたいと思います。皆さんですね、今まで日本の風俗についていろいろお話をさせていただいたわけなんですけれども、まあ、目を海外に向けていただくと日本にないね、たくさんの風俗があるわけなんですよ。でその中でも最も有名なのがこのゴーゴーバーになります。まあ、これの遊び方だったり楽しみ方、これについて今日はねお話ししたいと思います。もうこれさえ見れば海外に行った時に外れのない風俗遊びができますから、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではね、まずゴーゴーバーとは、まあ、まずねゴーゴーバーってどんなとこなんだと、行ったことない人もねいらっしゃると思うんで、まずそこの基本的なところからね今日はご説明させていただきたいと思います。でゴーゴーバーっていうのはどちらかというとですね、店内はまあクラブみたいな作りになってます。日本でいうところのそこにステージがあって客席があって、そこでお酒を飲めるわけなんですけれども、そこのステージの上に女性がですねたくさん並んでいまして、そこにまあポールがあるわけですね。そこでまあ女性がダンスをしていて、そこを見ながら飲むっていうのがまあ基本的な楽しみ方なんですけども、そこで気に入った子がいたらですね指名ができるわけなんですよ。まあこれだったらまあ普通に日本でもありそうじゃないかと思うかと思うんですが、これでは終わらないんですよ実は。なんとですね、この気に入った子を外に連れ出しができるわけなんですね。連れ出しができて、もちろんまあお食事に行くとかね、そういったこともありますし、最後まで共にできるというような、こんなね夢のようなシステムのお店があるわけなんですね。でそのゴーゴーバーなんですけども、どこにあるんだっていう話なんですが、一番有名なタイとフィリピン でなぜタイにゴーゴーバーが多いかっていうと、実はですねこれ歴史が関係してるわけなんですね。ベトナム戦争ですね、皆さん、この米兵の方がですね慰安所としてそういった女性がねいらっしゃるようなお店を必要としてたわけなんですよ。そこからどん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 増えていって、もう今やね世界的に有名な場所になってるわけなんです。ただですね、これ皆様知識として知っておいてほしいことがあります。実はですね、タイの国の法律では、まあ、日本と同じですよね、売春っていうのが違法なんですよ。え、じゃあ遊べないじゃん、もう怖くてね捕まっちゃうんじゃないかっていう不安になる方いると思うんですけど、そこは安心してください。今おっしゃったように売春は違法なんですが、罰則がないんですね。警察の方もですね、外国人と女性とのそういった一夜を共にするっていうのは自由恋愛だっていうふうに発表されてるわけなんですね。つまりどういうことかっていうと、やはりですね外国人のお客様、インバウンドの需要でいろいろお金を使っていただきたいんで、警察もまあ黙認してるっていうね、そういった背景があるので捕まることは絶対ないんですね。ですので皆さん安心して遊んでいただけます。でまずですねゴーゴーバーに皆さん入りますよね。女性がですね基本的には下着だったり水着でいるわけなんですよ。だからスタイルも見れるし顔も見れるっていうところで、きちんとですね実物を見て選べるっていうのがこのゴーゴーバーのすごいとこなんですけど、そしてこれね皆さん朗報があります。入場料はただです。すごくないですかこれ、見るのがタダなんですよ。まあもちろんですよ、自分のまあドリンクとかはねお金かかりますけど、それは数百円の話なので、数百円飲んでここの店に気に入った子いないなと思ったら別のお店に移動して、そういったはしごをする方もねすごく多いんですね。ですので皆さんも初めて行くんであれば絶対ねじっくり選んでから間違いのないね女性選びをしていただきたいんですね。そしてまあ座ってね女性見ながら飲んでいて、気に入った女性がいたらまあ指名をしていただくんですけれども、まあ、指名した女性に対してはもちろんねドリンクいっぱい注文してあげてください。でそこでお話していく中で、この子と外で会いたいなってなった場合にお金が別途かかってくるんですけれども、だいたいご自身のドリンクが150バーツね、ドリンクにもよりますけれども600円ぐらいですね日本円で、で女の子のドリンク代がちょっと割高で200バーツぐらい、だいたい800円ぐらいっていう形ですね。でその後に外に連れ出す場合ですよね、皆さんが一番気になってるところですね、いくらやねんっていう話なんですけど、外に出る料金のことをこれちょっと覚えておいていただきたいんですけど、ペイバーと言います。でカッコ BF って書いてるんですが、女性が、まあ、お店に今ね出勤してる状態の子を外に連れ出すわけなんで、早退をしたっていう扱いになるわけですね。早退したんで罰金がかかったからお店に払ってくださいっていうのがこのペイバーの由来なんですけれども、このお店に罰金を払う金額が、1000バーツ、だいたい4000円ぐらいですね。
で別途ですね、これ女の子に払うチップはフェイバーはまた別になってるんですね。これが2パターンあって、ショートとロングっていうのがあります。まあ、ショートっていうのは短い時間でサクッと1回戦っていうのがこのショートですね。あれが3000バーツ、だいたい1万2000円ぐらいで、ロングっていうのが、基本的には2回戦以上で朝までっていうものなんですが、だいたい5000バーツなんで2万円ぐらいですね。なので連れ出す場合はさらに金額がプラスされるということなんですね。でこのロングなんですけど、ちょっと注意なんですけれども、まあ、基本的に朝までっていうふうに言われてるんですけれども、最近ですね結構4時間までとか、あとはまあ2時3時で帰っちゃうみたいなケースもあるみたいなんで、そこはね女性と最初にお話をした上で確認をしておいてください。はい、でここまでがこのゴーゴーバーとは何ぞやと、で料金どれぐらいかかんねんっていう話なんですけど、じゃあね実際どこに行けばいいのって話じゃないですか。ゴーゴーバーのエリアどこにあるか、これねバンコクにあります。バンコクが最大のメッカなんですが、三大聖地っていうのがあるんですね。ゴーゴーバーといえばこの3つでしょみたいな地域があるんで、その3つを今回ですね一つ一つ説明してまいりますので、まず1つ目、ソイカウボーイ。これはですね、カウボーイ通りっていう意味ですね。ソイっていうのは、まあ、通りっていう意味なんで、カウボーイ通りっていうんですけど、もともとこれもですね、さっきのね、歴史の話と一緒なんですが、ベトナム戦争の際に、アメリカ人の方が、米軍の遊び場として、ここの地域にお店を出したのが始まりと言われております。ですのでですね、すごいんですよ。行くとですね、ネオン街なんですよね。でも、ラスベガスじゃないかみたいな、ものすごい盛り上がってる街並みなんですね。もうまさにアメリカみたいな街並みが、このソイカウボーイ。っていう街になります。で場所はですねこの BTS アソーク駅、 MRT スクンビット駅、これすごい噛みそうなね駅名なんですけど、これ BTS というのはバンコクのスカイトレインっていうことですね。で、MRT というのは地下鉄なんですが、このそれぞれの駅から徒歩で、まあ、5分ぐらいで行けちゃいます。だいたいですねゴーゴーバーだけで40軒ぐらいあります。選び放題ですよ。入場料もかかりませんから、どん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 いろんなお店行っていただきたいんですけど、ただそんだけあったら選べないよって話じゃないですか。なので今日は僕の一押しのお店を紹介します。ここのソウカイボーイに行ったらここに行っとけば間違いないっていうお店があって、まず一つ目がバカラですね。これはですね超有名店ですね。やっぱ日本人好みのめちゃくちゃ可愛い子がいっぱいいるんで、だいたい7割ぐらいがね日本人のお客さんって言われております。でバカラのこの最大の特徴はですね、3つフロアがあるんですけれども、実はですね床がガラス張りになってるんですよ。ですので上のフロアの踊ってる子も見れるんですけれども、これ見上げてみるとパンツ履いてないんですよ。いわゆるノーパンってやつですね。なのでそこが見えてしまったりとか、全員がノーパンで踊ってるわけなんですね。で上のフロアに行くと脱いでる子もいらっしゃるみたいなんですけれども、まあ、ここはですねぜひねソイカウボーイに行ったら必ず行っていただきたいですね。で次にですね、これも有名なんですがクレイジーハウスですね。もう店名にまあふさわしいお店になってるんですね。中に入ると全員が全裸です。全員が着てないんですね。だからもう入った瞬間皆さん生まれたままの姿でご挨拶をしてくれるという、もう素晴らしいねコンセプトのお店ですね。でここはですねなんかあの入場料取られる取られないみたいなね話があるんですけれども、なんか時期によって取られてたよ俺はとかね、いや俺取られなかったみたいなことがあるので、そこはまあお店のね指示に従ってお支払いするようにしてください。そしてちょっと最新情報ですけどレインボーですね。実はこれですねこの後に説明するナナプラザっていうね、ここも非常に日本人人気のエリアなんですけど、ここにレインボーグループさんっていうのがあるんですよ。ナナプラザといえばもうレインボーぐらいの4店舗ぐらいねやってるグループがあるんですけれども、そこがなんとですね新店舗としてソイカウボーイに出店したんですね。ですのでここも結構ね今綺麗な子が揃ってるって評判がいいですから、最新情報でこのソイカウボーイのレインボーも足を運んでみてください。2つ目、ナナプラザです。これも結構有名なので皆さんタイね繁華街といえばナナプラザってね想像する方も多いと思うんですけども、これシンプルにこの BTS の7駅にあるからナナプラザっていうことなんですけど、このナナプラザってどういうとこかっていうと、これがですねショッピングモールみたいになってるんですよ。そのショッピングモールがですねもう3階建てなんですよ。3階建ての建物全体にゴーゴーバーが入ってるんですよ。ゴーゴーバーだけで30店舗、そしてホテルも入ってます、飲み屋も入ってます、いろんなありとあらゆるお店が入ってるショッピングモールなんですね。でここのナナプラザでは、さっきも出ましたけれども、まあ、レインボーですね。これ一択です。レインボーの4と5ですね。でここは本当に日本人が好きなタイプの女性がたくさんいます。まあ、ここは行ってみて女性を選んでみてください。でここねナナプラザで注意点があるんですよ。これだけは絶対
対に忘れないでほしいっていう、めちゃくちゃ注意しないといけないことがあるので、もう絶対忘れずに飛ばさずに見ていただきたいんですけども、実はですね、ナナプラザっていうのはレディーボーイの方も多くてですね、レディーボーイ専門店みたいなところもあるわけなんですね。レディーボーイってわかりますか？要は日本でいうニューハーフですね。要は女性の格好をした、まあ、男性の方っていうところで、これがタイは実はめちゃくちゃ多いんですよ。なので女性とですね、間違えて連れ出してしまうみたいなケースがめちゃくちゃ多いんですよ。なので2階にこうレディーボーイ専門のゴーゴーバーがあるんで、これだけは皆さん行かないように注意をしてください。はい、次に3つ目ですね。パッポンですね。これはですね、実はゴーゴーバー発祥の地です。ここから全てが始まったわけですね。でパッポンはですね、どういうところかっていうと、 BTS サラデン駅っていうところから行けるんですが、ここはですね、まあいろいろお店あるんですけれども、いろんな方に聞いたんですけれども、誰もがですね、ここ間違いないよねっていうのがこのキングキャッスルですね。キングキャッスル1、ここね注意してほしいんですけど、キングキャッスルさんって実は3店舗あるんですよ。キングキャッスルが3店舗ある中の1ですね。1に行ってください。正面に見て一番右のお店ですね、ここに行っていただければ、結構ねいろんな美女揃いですから、数がめちゃくちゃ多くて質が高い女性が揃ってますから、パッパンこのキングキャッスル一択で行ってみてください。で、バンコク三大聖地は分かりましたと。でもあれ、他に聞いたことあるとこあるよねって皆さんね思うと思うんですよ。この3つ以外のおすすめのところご紹介します。パタヤですね。パタヤ、これはですね、世界的に有名なリゾート地ですね。でここはもう世界各国の人が集まる街なんですが、この中でですね、ゴーゴーバーがある通りっていうのがこのウォーキングストリート。これは、バンコクの最大の繁華街と言われてます。もう歌舞伎町みたいなもんですね。500メートルぐらいのね通りに60軒ゴーゴーバーがあります。でここは、おすすめのお店で言うと、さっき出てきたねバカラさんのね系列店あります。ピンナップさんとかね、この辺が結構評判がいいですから、もちろんねそのタイミングによって女性のね入れ替わりとかもあると思うんですが、そこを中心に見て回るといいと思います。でこのウォーキングストリートがですね面白いのが、結構ですねいろんな人が声かけてくるんですよ。歩くだけでいろんな人に声かけられて楽しめるっていうのがこのウォーキングストリートの特徴ですね。でなんか僕行った店でバーとかの中にこうリングがちっちゃいのがあって、ムエタイなんですかね、ボクシングみたいなのをこうねやってたりするようなお店もあったりとか、めちゃくちゃなんかバラエティに富んでて、普通の飲食店もあるし、繁華街としては本当にすごく楽しめる街になってますので、ぜひそういったところも見てみていただけるといいと思います。はい、今までですね一通りですねゴーゴーバーについてどの地域がいいのかいろいろ説明させていただいたと思うんですけども、もちろんこれだけでは終わりません。まあ初めて行く方ですね、特にこれから行く方にとってで、どういう遊び方、どこに行けばいいんだ、わかんないですよね。これだけたくさんの選択肢があったら、結局どこ行ったらいいのって話になると思うんですね。なので、ここはですね、外さない初心者の人に手堅くですね、安心安全に遊んでいただける方法をお伝えします。まずですね、場所なんですが、もちろんいろんないい店があるんですけれども、僕が一番初めに行ってほしいのは、ソイカウボーイ、バカラです。いやまあ結局ね、なんだかんだですね、いろいろあるんですけど、有名店が手堅いですよ、やっぱり。この辺りにね、行くのが一番手堅く、やっぱりいい子が揃ってます。日本人好みの清楚系のアイドル系の女の子が数も多いですから、このお店で、じっくり選んでもらいたいんですね。一応ですね、注意点としては1階2階3階ってあるんですけれども、僕が行った時はですね1階がですね一番レベルが高かったんですよ。で2階3階まあ露出は増えるんですけど、少しですねレベルが下がる傾向にあったので、その辺ちょっと頭に入れて選んでいただきたいんですけど、で選ぶ際の注意点なんですけれども、結構ですね女性の方から営業がガンガン来ます。まあ大体の子ですね、日本語をすごい勉強してちょっと喋れるって子もいるんですけれども、喋れない子も多いんですね。ただ唯一喋れる子言葉がみんなあるんですよ。何だと思います？実はですねホテルなんですよ。ホテル行こうホテル行こう、まあこれだけはねみんな日本語が分かるんですよ、なぜか。他はなんか言うと、いや分かりませんみたいな感じなんですけど、ホテルっていうワードを出すと、うおめちゃくちゃこう乗り気でね食いついてくるっていうところがあるんで、まあやっぱホテルっていう言葉に敏感なので、結構やっぱみんなねホテル行って、まあベッドのね料金稼げますから、がっついてくるようなタイプもいるんですけど、まあそういう子はちょっとね慎重に行った方がいいかなと思うのと、しっかり自分の意思を持って押されたからね行くんじゃなくて、ちゃんと嫌なものは断って
して好みの女性を探して、指名するようにしていただきたいですね。はい、今日もはですねちょっと今まで日本の風俗を説明してきたんですが、海外版ということですね。その第1弾としてゴーゴーバーですねをご紹介させていただきました。今日語り尽くせなかったこともあるので、何かねゴーゴーバーに関する情報があれば、コメント欄でね皆さん共有していただけるとみんながね間違いない遊びができるようになりますから、ぜひコメント欄に、書いていただけると、ありがたいです。あとはですね高評価ボタン、チャンネル登録ですね、いつも通りぜひお願いできたらと思います。それでは失礼いたします。